フリオイグレシアスは、スペイン出身のポピュラー音楽歌手、弁護士の資格を持つ。父親は、巧妙ないし、母親は、上流階級出身。弟のカルロスも医師である。レアル・マドリードのユースチームでゴールキーパーをし、一軍に登録した矢先、交通事故で全治約5年の瀕死の重傷を負う。療養中に、父のアシスタントから、プレゼントされたギターで、 作詞作曲した曲が、ベニトロム歌謡祭で優勝。ケンブリッジ大学付属のベル、教育基金語学学校で3ヶ月学んだ後、マドリードコンプルテンセ大学で法律の学位を取得。ミリオンセラーを連発する、トップスターとなる。3億枚を超えるレコードセールスを記録し、ギネスブックに乗り、史上最も多くのレコードを売ったアーティストの称号を持つ。代表曲に、 黒い瞳のナタリー、ビギンザビギン、ウィリー・ネルソンとのデュエット曲、かつて愛した女性へ、などがある。しばしば、世界の恋人と称される。本国スペイン語の他に、フランス語、イタリア語、ポルトガル語、英語の5カ国語が、堪能に話せる。全世界のレコード CD 等の売上が3億枚を超え、世界のトップセラーのベスト10に入っており、最も成功した。 ラテンシンガーである。父のフリオイグレシアスブガは巧妙な意思で身代金目的でバスクのテロリスト集団 ETA に誘拐される事件が起こり2週間拘束された後解放された。元妻のイザベル・プレイスラーはフィリピン航空最高経営責任者の父を持ちチャールズ皇太子とも親しくジャーナリストでもあり、 スペインで最もエレガントな女性に5回選ばれたセレブリティである。1979年にフリオイグレシアスと離婚した後、1980年にはスペインで最古の優勝ある貴族マルケス・デ・グリニョン家のカルロス・ファルコ公爵と結婚。ファルコと離婚した後の1988年には経済学者で経済財務省を務めたミゲル・ボジェールと結婚した。 長男のフリオ・イグレシアス・ジュニア、次男のエンリケ・イグレシアスも成功を収めた歌手である。ドミニカ共和国のリゾート地、プンタカナにあるプンタカナ国際空港のオーナーグループに名を連ねている。また現在はアメリカ・フロリダ州マイアミに本宅を構えており、その関係から NBA のマイアミヒートの共同オーナーでもある。日本への初来日は1970年の大阪万博。 その後、1972年の東京音楽祭でも来日を果たしているが、日本でのレコードデビューは1980年。1982年に全英チャートでナンバーワンとなったビギン・ザ・ビギンを NHK がテレビ番組海外ウィークリーで取り上げたことが日本での大ブレイクのきっかけとなった。同年発売のアルバム愛の瞬間は日本では オリコン洋楽アルバムチャートで1982年12月27日付から通算13週1位を獲得した。日本のタレント、高島忠夫とも親交が深く、テレビのインタビューやバラエティ、音楽番組で数多く共演を果たした。1982年12月13日、アメリカ・マイアミのインディアン・グリーク・アイランドにある自宅敷地より衛生生中継で、 生か2曲を披露した。現地レポーターは、ジュディ・オングが担当した。黒い瞳のナタリー、ビギン・ザ・ビギン両曲とも、多くの日本人歌手によってカバーされている。番組には、ゴひヒロミが、スタジオ出演して、カバー曲、悲しみの黒い瞳を披露。不良自身も中継で応援した。1983年4月18日、スタジオ生出演、黒い瞳のナタリー、 ありがとうございます。